はい、全一年です。今回はですね、恩納村の付着ビーチを紹介していきましょうね。の付着ビーチもね、あんまりね、みんな聞いたことないビーチなのかなと思うんですけども、こちらはですね、天然のビーチになります。恩納村の天然ビーチですね。まあ天然っていうとね、もうほとんど施設管理とかされてないんでね、もうビーチの名前もね、ついてるかついてないかっていうような感じで、まあよくね、あるのはね、まあ呼び名が変わったりとかね、するような感じなんで、やっぱりね、あんまりみんな聞き慣れないとは思うんですけど、天然のビーチ。やっぱりね、天然の方が綺麗なのでね、今回はぜひ、紹介したいなと思って撮ってきました。で、ここはね、大体ね、那覇空港から大体1時間半ぐらい高速かけて行くんですけど、まあ、恩納村って縦長になってるんですけれども、一番ね下の方、那覇側の方なんで、そんなには遠くないです、はい。で、今ね画面でも見えてますけど、トイレありますけど、天然のビーチなんで、施設が管理されてないんですよね。このビーチ自体管理されてないので、もうトイレだけです。ここは特にね、もうシャワーもないし、あとなんかアクティビティとかもできる、まあ、借りたりとか、あとね、屋根とかね、日陰とかも全然ないんで、そこはね、まあ前もって持って行って準備してね、行かないといけないっていうのが一つありますね。でね、まあ今見えてますけど、デジ綺麗ですよね。僕がね来た時はね、すごい、まあこれ梅雨明けなんですけど、動画撮ったのがすごい綺麗でした。もうエメラルドグリーンでね、まあやっぱりね、ちょっと沖の方深いんでしょうね、ここまでだとね。で、一番奥側はね、恩納村の漁協がもずくのね、養殖したりとかしてるような海なんです。やっぱすごい綺麗な海です。で、特徴としてはこれ砂浜デイジ長いんですよ。1キロぐらいあって、で、隣今見えてるところがホテルモントレ沖縄っていうところのタイガービーチなんですけど、そこからね、反対側までね、1キロぐらいガーッとね、砂浜が、長い砂浜があるっていうのが一つここの特徴なので、まあ散歩だったりとかね。で、ここ特に東シナ海側なんで、夕日がね落ちていくときもすごい綺麗に映る、なんていうんですかね、綺麗に見えるよう、これだけ、ね、水平線が見えますんでね、なんか島があるとかじゃないんでね、綺麗に見えますよ、ここは。夕日がね、はい。で、今からね、こちら紹介していくんですけど、このチャンネルではね、やっぱ動画の方がね、海とかはビーチとか観光施設っていうのは伝わりやすいと思いますんで、そういったのをね中心に今海とかをね紹介してますけれども、他にね、まあ観光スポットだったりとか、そういったのも紹介してますので、ぜひチャンネル登録してみてくださいね、はい。でね、まあ今見えてますけど、すごい綺麗です。透明度高いんですよね。で、僕もね、いろいろ付着ビーチ、まあ何回も来たことあるし、いろいろね、まあ泳いだりはするっていうより、どちらかっていうとね、こういうね、波打ち際でね、ちょっとパシパシ遊ぶっていう感じであるんですけどね、散歩したりとか、ここの近くのね、シーサイドを、シーサイドドライブインっていうね、有名なね、レストランがあるんですけど、そこでお持ち帰りしたのをこの付着ビーチで食べたりとかしたことあるんですよ。で、ただね、今回まあ動画撮るのにあたってね、いろいろ調べてみたらね、あんまりね、綺麗じゃないよっていうね、書き込みとか多かったんですよ。そんなに透明度高くないよみたいなね。だけどね、僕がね行ってる時はね、毎回綺麗なんですね。こんな、なんでかなと思うんだけど、まあ、僕今もね30個以上45以上ね、県内のビーチ回ってるんですけど、やっぱりね、人工のビーチはもちろん綺麗だし、天然のビーチの中でもね、波もね穏やかだし、これだけ砂浜も長くて、でね、そうですね、タイガービーチよりも、まあ、もちろん綺麗なので、結構ね、おすすめだなと思うビーチなんですけどね、まあ、見ていただいて、これだけ動画で加工なしでね見れるっていうのもなかなかないと思うんで、皆さんでね見てもらって、綺麗だなと思ったらね、ぜひ立ち寄ってもらいたいなと思いますね、ここはね。で、ここね、やっぱ天然のビーチってね、施設管理されてないんで、この管理がねされてないんでね、今映った岩とかね、サンゴの破片の岩とかがあるんで、まあ、やっぱりね、沖まで泳ぐっていうのはね、なかなかね厳しいと思うんですよ。で、がっつり泳いでてもね、やっぱクラゲの防護ネットとかもう完備なされてないので、やっぱクラゲってね、一応やっぱいるんですよね、いますよ、で、刺されることもね、やっぱいっぱいあるんでね、あんまりね、がっつり泳ぐのはおすすめしないです、実際は、ただこれまあ長いしね、これだけ砂浜がやっぱちょっとね、散歩するとか、あとまあ夕日見に来るとか、あとまあ泳ぐって言ってもね、大した沖まで行かないでね、ちょっと本当にね、波打ち側で遊ぶとかっていうのはいいかなと思います。で、ここね、砂浜ね、横にも長いんですけど、縦にも長いですよね。縦
手にも長い。だからまあ、パラソルとかね、貸し出しとかないんでね、あれなんですけど、ちょっと持ってきて座ってね遊ぶとか。これ撮ってるの午前中なんで、そんなにものすごい暑いわけじゃなかったんですよ。ただやっぱ日中はすごい暑いはずなんでね。なのでちょっと準備をして遊びに来る、もしくは売店とかもやっぱないし、氷とかももちろん売ってないんでね、クーラーボックス持ってちょっとねこの辺りで、ね、ゆっくりしてちょっと過ごしてみるっていうのはいいのかなと思いますね、うん、で駐車場ももちろんないので、今見えてるこの住宅街のところのね間にね、ちょっとしたねスペースがあるんです、空きスペースが。そこに車止めてもらって、まあここ海で遊ぶっていう感じなんで、やっぱりね長時間もずっと止めれるっていう感じでもないんでね、やっぱがっつり泳ぐっていうよりは、うん、まあゆっくり遊ぶっていうような感じがやっぱ天然のビーチはいいかなと思います。ただやっぱ綺麗なので、それはあの海をね綺麗な海見るっていうのはやっぱ最高だと思いますね。で本当にねガッツリ遊びてるんだと、この隣のね見えてるタイガービーチ行った方がいいと思います。タイガービーチは結構ねアクティビティとかも多いんでね、そこでまあちょっと入場料っていうかね遊泳利用料っていうのを払ってね遊ぶっていうのもねいいかなと思うんで、両方で遊べるかなと思います。はい、まあもっと言うとね、ここのねもうホテルモントレに泊まってもいいかなと思いますね。すごい上等ですしね。あとまあ反対側にもねカフーリゾートって言ってね、すごい大きいホテルがあります。でそこからのね上からねプールがあるんですけど、上からだとねもうここ直でね夕日も見れるし、すごい景観なんでね、まあカフーリゾートホテルモントレ、この辺りおすすめなので、ぜひそこでもいいかなと思いますね。で泊まるのね。でさっきあったシーサイドとかね。で今このねここのこの女村のこの付着ビーチがある周辺っていうのが多分ね一番女村の中でね栄えてるっていうかね、いっぱい居酒屋とかあと飲食店いっぱいあるんですよ。だからこの辺りにねホテルで泊まるっていうのも僕はおすすめしてます。やっぱり、うん、まあもうちょっとね上の方縦長ってったんですけど、名護寄りのところにもやっぱありはするんですけど、うん、まあそこだとねどうしてもねホテルの中で遊ぶっていうような感じなんでね、ホテルの外の飲食店とかでも遊べるようなところのエリアってなると、この辺りが一番おすすめかなと思いますね。はい、でまあ、今まではね人工のビーチっていうのがやっぱりどうしてもメインでね、まあ、南部は人工のビーチが多いので紹介してきたんですけど、やっぱりね中部北部になってくるとね、これだけ綺麗なね天然のビーチっていうのがいっぱいあるんで、これからどんどん紹介していこうと思うんですけれども、やっぱポイントはやっぱがっつりねここでマリンスポーツとかするっていうわけではないじゃないですか。当たり前ですけどね、施設が整ってないんで。だからやっぱ人工のビーチは人工のビーチで、まあマリンスポーツしたりとかするのはもちろん人工のビーチがいいんですけど、これだけ綺麗なね海でちょっと違う遊び、ゆったりしながらっていう遊び方っていうのはやっぱ天然のビーチの方が絶対向いてますんで、この辺りで遊んでもらって、で女村だとねこの辺りだと、まあ例えばもずくもさっきありましたけど、海ぶどうとかねすごい有名で、やっぱ海がね綺麗だから、そういうまあそれぐらいね、まあ、海ぶどうはね養殖してるんであれですけど、もずくとかっていうのは海の中で育てるんですよ。海の中で育てるときに透明度が高くないと、ね、ちゃんと育ってくれないんですよね、養殖すると。だから綺麗な海だからこそこれもずくとかも育つしね、うん、女村はね本島の中でも一大産地なんでね、まあ、池島あの辺りと女村っていうのはすごい多いんですよ、量もね、うん、で南部の知念村とか南城市とかね、その辺りも多いので、やっぱこの辺りの海っていうのはやっぱ透明度高いんですよね。そこら辺も楽しんでいただきたいなと思いますね。はい、で今回以上になりますね。でこんな風にね、まあ、天然のビーチ、ここからどんどんね北の方を紹介していきますんで、ぜひね見ていただいて、でまあ雰囲気ねやっぱ一番掴んでほしいんですよね。どうしてもやっぱ動画でね見てもらうってなっても、単発でね見てもらったらあんまりわからないじゃないですか。だからこれねずっと流れてるのは雰囲気掴んでもらったりとか、あとまあ特徴のポイントとかもお伝えしてますんで、ぜひね皆さんもね女村来た時にちょっとパッと寄ってみてね、綺麗だったらねぜひちょっと足だけつけてね散歩してもらって遊んでいただければなと思います。はい、まあこんな風にね沖縄旅行のねちょっとした情報のね参考になればなと思ってますんで、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、以上です。